ディアルムド・ワドゥブネは、ケルト神話の登場人物。フィン物語群で語られる、フィアナ騎士団の一員、ドゥンの息子。若さの神、妖精を、オエングス、ワタツミ、マナナンマクリルを、育ての親に持つ。ディルムット、オディナ、ダーマット、ディアミット、オダイナなどとも呼ばれ表記される。ディルムットは、優れた戦士で、美しい容姿である上に、 女性を虜にしてしまう魔法の黒子を、妖精によって、額につけられていた。ディルムットは2本の槍と2本の剣を持っていた。それぞれ、ゲージャルグと、ゲイボーモラルタとベガルタという。フィアナ騎士団の大英雄フィン、マックールの3番目の妻となるはずだった子に役者、グラーニアは、ディルムットと恋に落ち、ディルムットは彼女を連れて、逃避行をする。 フィンは最も信頼していた部下の不義に合い怒り狂うが、数年の放浪の後、ディルムットは、不義を許され、館を構え、グラーニアと正式に結婚し、四人の息子に恵まれる。ベン・ブルベン・ディルムットは、ベン・ブルベンの山での狩りで、妻の忠告を聞き入れずにゲージャルグとモラルタではなく、ゲイボート・ベガルタを持ち、犬のマック・アンフィルを連れて行くが、イフテイの決心である耳等のない、大きな舞の死に、 瀕死の重症を負わされてしまう。居合わせたフィン・マックールは、救った水で傷を治すことのできる、癒しの手を持っており、ディルムットと彼の親友であるフィンの孫、オスカに救命を懇願されるが、グラーニアについての恨みから、泉から救った水をディルムットの元に運ぶまでに2度も、こぼし、3度目になって、ようやくたどり着いた時にはすでにディルムットは、こと切れていた。 ディルムット・トグラーニアの物語にある若い男、若い女と壮年の男との三角関係というテーマは他のケルト神話のエピソードにも登場していて、このテーマはアルスター物語軍のノイシュとデアドラとコノール、マクネッサの物語にも見られる。ありがとうございます。